ADMJTV 小林です。稲垣です。大変です。あったちょっと抜かしましたちょっと来た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 。いや私も久しぶりに現物見た気がする。かわいい。もう本当にお待たせしてるんですが若干入荷しましたのでご紹介します、はい、早口にならなくてもいいかもしれない。これちょっと大変な騒ぎになりました ね、 ね、ガマ口、はいはい、夏市で発売したものが、はい、素晴らしいというのに、ねはい、なかなかお客様の手元になんかもう本当に買えた方奇跡に近かったんじゃないですか。すごい。あれちょうどスタートしたのが北条さんと島田さん、はい、でもう0時3分にはウェイトリストになってましたね、はい、うーんすごい。もう本当にびっくりな、はい、あの大人気アイテムになって。でももう4分放送してもらえなかった。あそんなに早くなかった。そう、バイヤーが放送見れてないです私、いうぐらいやって。でも絶対いいと思ったもん。あのこの前のね、じゃあの違うシリーズのを見せてもらった時にね。でおまけに今度キラキラ入ったわけでしょ、はい、わーもうかわいい。ちょっとじゃあどうしてそんなに人気なのと、まずはちょっと作りのお話を、はい、そうですね、はい、彼らでカード段がこの左右1,2,3 ずつあります、うん、だから6枚、はい、でもこれ全部カードケースとしてごそっと入れていただいてもいいですし、うんはい、もちろんお財布としてカードと小銭、はい、もう要するにキャッシュレス時代のミニマムなお財布としてもお使いいただける、はい、あとはカードケースとしてもお使いいただけますし、うん、もちろん、まあ、お札さえおればね、普段の、はいまあ、コインケースアンがお財布としても使えるんですけど、はいはい、やっぱ ADMJ らしいのがこの石目の口がね、はい、石目っていうの？そう、このちょっとこう型押しが入ったキラキラしたメッシュみたいな。そうなんですよ、うん、これがやっぱり傷もつきにくくて、はい、美しい仕上がり、うん、なかなかやはりアクセサリーしてたからこそこの石目の指示ができるっていうところだと思うんですけれども、あと ADMJ らしいスワロスキークリスタルのソーイング、はい、そして真鍮のエンブレムっていう形で、うんまあ、本当にありそうでなかったものがここに。うそうだね、ガマ口にカードを入れられるこういう仕切りがあるっていうのがまず新鮮だったし、うんね、まあそもそも ADMJ さんでガマ口っていうのがこれは32年の歴史の中では、あでもね、やってます。やってたんだ。そう、クロコをやってる時にあったんですね。今なんかカメラマンが今よろけました。いやなんか虫が来たのかな。虫が大丈夫ですか。はい、はい、ね、ドキドキしますね、はい、今日ちょっと長いんですよ。はい、はい、そうなんで、ね、あのクロコだったりは作ってたと思います。あそうそう、でなんかチェーンがついたりしてもっとポロッとしたもの、あのアメちゃんとかバッグにつけてアメちゃんとかサプリを入れる用としてお作りしてたんですよ。じゃあもうちょっとサイズも違うんですね。そうなんですきっと、うん、もう少し小ぶりなもので、うん、なんかちょっと喉乾いた時にアメちゃん必要だなとか、アメ、はい、ちゃんつけるのね本当にごく一部よ。すいませんわかるけど私もつけちゃうから。でも、はい、エビちゃんアメちゃんです。あ、はい、エビちゃん綺麗よね。エビも、はい、でこれ本当に、はい、いやでシュリンクレザー、はい、日本の厳選された原皮で安心安全なネメシと染色をしている ADMJ オリジナルのシュリンクレザーとスワロスキークリスタルのソーイング。ちなみに何色あるの？この4色？こちら4色でございます、はい、そう黒がないんですよ。ネイビー、はい、オイスターグレー、はい、ターコイズ、タンポポ、はい、この4色でございます。かわいい、はい、中も見たね。そうですね、まずね、はい、あのちょっとしかありませんので、はい、早めにご注文いただければと思います。え、なんだよ、出しといてちょっとしかないの？もちろん頑張って作ってるんですけど、あのカメラマンのあのシワがここに入ってそうなんですっていう顔になっちゃいましたけど、あのそんなちょっとしかないのをこうやってご紹介して申し訳ございません。オンラインいつスタート？言って平気？6月1日0時これちょっと早い方がいいかもしれないです。そうですね、うん、なんか心配させて申し訳ないけど、はい、うん、なのであの6月1日にもう我慢口買いたいけどなかなか買えないという方はちょっとチャンスと思ってください。はい、はいはい、ちょっとお待たせして申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴ありがとうございました。